今回アルバム、まあ、どんな思いで作られたのかというところからちょっとお伺いしていきたいなと、はい、そうですね、はい、まあ、今回がタイトルがライブなんですけど、はい、まあ、我々ヨネヨネウィークエンダーズって本当にもう自他ともに認めるライブバンドといいますか、はい、ライブが本当に好きなんですよみんな、はい、ライブが生きがいで、もともとみんなそのパンクとかメロコアのバンドやってたんで、その時は本当にそれぞれのバンドで年間100本から200本近いぐらいの本数をこなしてて、はい、本当にもうライブが生きがいで、はい、っていうバンドがこう僕たちって結構その日常のこう晩年を切り取った曲を書くことが多くて、そのまあ人々がこう日々を生きる中で、まあリブする中でこう感じることだったりとか起こる出来事だったりっていうのをこうリアルに綴った作品がライブっていう形になってます。はい、やっぱ日常から発想していくっていうのが、そうですね、もう圧倒的に。もともとそのバンドで一番最初に作った曲が明るい未来っていう曲なんですけど、それは僕が当時働いてた、まあ、いわゆるこうブラック企業といいますか、でそういうところ の、 その会社の愚痴を歌った曲なんですけども、まあそこからこうその歌詞のテーマと楽曲のそのちょっとミスマッチみたいなのが面白いなっていうところになっていって、今のスタイルにこうたどり着いていったので。どれぐらいブラックだったの？いや結構ブラックでしたね、まあ、ベンチャーだったんですけど、はい、そのまあ、お給料も正直あまり良くなかったですし、はいはい、そのまあ、土日関係なく、まあ、休みも合ってないようなもんというか、まあ、バンバン電話かかってくるし、まあ、残業はもちろん当たり前で、ストレスがもうすごい溜まっちゃって、はい、っていう時にその今のベースの鈴木慎吾が飲み屋でその愚痴言ってたら、はい、もう一回その手伝うからバンドやりなよって言って始まったのが今の夜な夜なウィークエンダーズ。一回会社に入った時、一回そのバンド活動ってのはやめて、そうですね、その前やってたバンドはもうやめて、まあ、完全にその奥さん、今の奥さんと当時付き合ってたんですけど、はい、もういよいよその結婚を考えるってなって、はい、やっぱその安定した収入が必要だっていうのでフリーターしながらバンドやってたんですけど、はい、もう一回もうやめるっつってやめて、はい、まずそのバンドの名前の由来もそういったところから始まってるわけですよ。それもそうですね、会社員でその平日は仕事して週末に活動するっていうのと、はい、まあ、平日もその夜な夜な週末のような楽しい夜を過ごしたいみたいな意味で名付けました、はい、今も、はい、会社勤め、一応そうですね、僕はもう在宅勤務でもうなんかかなり自由に働いてるんですけど、メンバーそれぞれ別の職種で働いてますね。メンバー皆さん4人、皆さんですよ、はい、働きで、はい、そこはもう一本に絞るっていう考えはまだ、そうですね、まあ、いずれ本当にもう大金が稼げるようになったらその可能性もちょっとねいいですけど、はい、まあやっぱ子供もいるし、はい、やっぱその曲のアイデアがこう結構その仕事をこなしてる時とか、こうなんか普通のこう生活を送る中で生まれることが多くて、あ、はい、なんでまあそういう意味で辞めちゃったらまあ書けんのかなみたいなちょっと不安もありつつ、はい、ああやっぱ普通に働いてっていう、またそういう生活があるからこそ、はい、また楽曲にも生きてくるっていう。そうですね、あとやっぱりその共感してくれる方もやっぱり同じような境遇の方が、はい、まあほとんどそうだと思うんですけど、その働いてて、はい、まあ、家庭があって、まあそれはあれですけど、はい、なんかそうですね、そういうライブとかも結構本当にファミリーの方が来てくれたりとか、あ、3世代で来てくれたりみたいなパターンもあったりして。3世代、はい、結構びっくりしますね。ああ。でずっと長く活動されている方というか、こう3世代なので、そう聞きついてっていうのありますけれども、この時点で3世代。そうですね、まあ、今会社はすごい在宅勤務で、じゃあかなり自由に。そうですね、僕はだいぶ自由に今働いている感じです。じゃあこの楽曲の制作に当てる時間もある程度柔軟に、はい、うん、そうですね、今作、いや以前は僕外回りの営業をしながらやってたんで、はい、もう結構その
1曲作ったらすぐリリースみたいな、もうなんか、まあやっぱね、音楽にも納期があるんで、そこにめがけて何とか仕事しながら1曲作るみたいな、でそれを集めて EP で出すみたいな感じだったんですけど、今回の作品に関しては、あの結構その去年のその制作段階でライブっていうテーマが1個決まって、そこに対してそのテーマに沿った曲をもういっぱいとにかくデモを作って、その中からみんなでどれを入れるかみたいなとこをあの精査しながら作っていったんで、バンドとしては結構初めてそういう感じでこう選んで作品にできた初めての作品ですね。はい、そのまさに一昨日のライブの時に、あの今回の作品はこう、はい、すごい大変だったっていう、そうですね、マジで向き合った、まあ、多分この辺までも向き合ってきてる中で、はい、もちろん、まあ、そうですね、その中でもそれだけ大変だったっていうのは、じゃあそういう制作の方法も変わってきてるし、そうですね、どんなところが大変だったっていう、でもなんかやっぱそのテーマが一つ決まってるっていうところもあったし、だからそこに向けてこう曲を作っていかなきゃいけないっていうのと、まあ、あとやっぱその半年ぐらいもっとかな、1年もは多分いかないんですけど、制作期間が半年以上あって、やっぱその中でこうメンバーの中 の, そ, のそれぞれのプライベートのまあ環境の変化というか、ギターに子供が生まれたりとか、まあ、うちも子供いるんで、なんかそういうとこだったりとか、ベースが結婚したりとかみたいなのがあって、結構さ、みんなのそのなんていうんですかね、気持ちの波もやっぱグラグラあって、でもその中でこう4人でバランスを取っていかなきゃいけないみたいなところもあったりして、あとそのそうですね、レーベルとの契約更新があったりとか、生々しい話をすると、はい、あとそのバンドとしてこうどうなっていきたいかみたいなのもこう話し合って、それでこう頑張ろうっつってやってきた感じですね。はい、どうなっていきたいかっていうのは、はい、4人で話し合って、そうですね、方向性は見えたんですか。そうですね、なんか今まではなんとなくこう、まあ、とにかくみんなもっと売れたいとか、はい、なんか漠然とじゃあこういう会場でライブしたいみたいなのはもちろんあったんですけど、はい、大きいフェス出たいとか、なんか今回本当4人でそのファミレス行って、はい、あのちゃんと言語化して、でそこで出たテーマがなんか J-POP っていうワードだったんですね、はい、それがまあ J-POP ってその何でしょう、ジャンルとしてあるものではなくって、多分その時代でこうやっぱりこうなんだろう、こうメインストリームというか、なんかこうみんなに聞かれる音楽だと思うんですけど、なんか僕らがこう音楽っていうかすごい親しんできた J-POP って大体まあ90年代から2000年代とかがまあ世代的にはあれなんですけど、まあそういう、こう音楽とこう何でしょう、親しんでいた世代時代の J-POP にこうリスペクトを込めてっていうところも一つあるのと、あとはそのやっぱりその僕らパンク出身なので、ちょっとみんなこじらせてると言いますか、ちょっとカウンター精神というか、なんかそのなんていうんですかね、こう最初もそのメジャーデビューした時はメジャーなんてよみたいな、ちょっとそういうところがちょっとあったんですよ。そのあんまりその大人の方が来てもこ うまくこうできないというか、ちょっとこう尖ってたいと言いますか、ね、そういうところがあったんですけど、なんかまあより多くの人たちにやっぱ夜な夜なウィークエンダーズっていう存在を知ってもらって曲を聴いてほしいっていう、まあつまり平たく言えばまあ売れたいっていうことなんですけど、もっとやっぱ広げていきたいから、そのためにはなんかそういうこう J-POP っていうか、まあ一個分かりやすい音楽っていうアウトプットっていうのを意識して、じゃあ作っていこうっていうのがあって、はい、それがそうですね、制作の前に一個みんなでテーマで決まったっていう感じですね。もともとそのそこまで明確に言語化はされてた、はい、そうですね、はい、なんかみんなそのこのバンドがこんな風になっていくなんて多分誰も思ってなかったんですよね。もともとその仕事の息抜きから始まって、はいはいはい、でメジャーデビューして、はい、だから
みんなもそのあなんか知らない間にどん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 こう進んでっちゃってるなみたいなところで、はい、こう自分のマインドとその周り の, そのバンドのこう成長というか、なんかそこのギャップをこうみんな感じながら、なんか一人歩きしてるような感じでちょっと感じてた部分もあったんじゃないかなと思うんですけど。なるほどなるほど。やっぱスタート週末に集まって楽しくやってるってるところから、はい、逆にどんどんここまでにどんどん人気が広がってくるっていうのは逆に思ってなかった。はい、そのままスーッと行って、あれじゃあこれからどうしよう。そうですね。はい。とかにでも始めた時はも時からもっといろんな人に聞いてもらいたい、売れたいっていうのは僕もやっぱ最初からあるのはあるんですか。まあ、漠然とはありましたね。はい、でもなんか その売れるとか、はい、そのバンドが広がっていくってなんかどういう工程を踏んでなっていくんだろうみたいなのがあったんですよね。だからこんなになんかたくさんの人がこう支えてくれるようになって、でなんか期限通りに CD を作らなきゃいけなくって、なんかまあ正直こうやりたくない仕事というか、なんかこういうこともしないとやっぱいけないんだなみたいなことをみんなそのやりながらこう、あ音楽業界ってこんな感じなんだみたいなある種メジャーってこんな感じなんだみたいなのも思いながらやっていってたっていう感じはありますね。確かに農協をしっかり守らないといけないですね。そうですね、はい、会社員と同じの。そうですねでも過去はそのパンクでこじらせてた、はい、こじらせてたっていうのもあれですけど、うん、でもすごい本当不思議だと思う、まあ、メロカパンクの人がやっぱりちょっとシティポップやってみようっていう、うん、その流れ、いろんなインタビュー読んでも、はい、そうなんだろうなって思うんですけど、やっぱりなんとなく腑に落ちないんですよなんでメロカーの人がこうシティポップやろうって言ってよしやろうってみんなでなるのかっていうのは。そうですね、まあ、みんな多分あんまり何も考えてないっていうのは多分あると思うんですけど、ふっかるな人たちがやっぱ多いっていうのと、はい、でも僕はなんか高校生の時に初めてそのメロコアパンクにハマったんですけど、はい、まあ、それ以前にそもそもの音楽っていうか歌が好きになったきっかけが結構久保田利伸さんとか、あと母親がこう車で流してたユーミンさんとか山下達郎さんとかだったりして、その辺の歌を歌うっていうのは割とその幼少期からあの好きで、で割と日本人の中でもちょっとそのソウルな感じの人の曲がすごい好きで、なんでこう、まあ、もちろんパンクメロコアも好きで、なんかたまたまそういう好きなやつらが周りにいたからそういうバンドをやってましたけど、全然聴く音楽としては全然そうですね、まあ、シティポップも聴いてたし、そのまあソウルミュージックとかも好きだったしっていうところで、パンクはそのまあ結婚があったから辞めたっていうのもあるんですけど、やっぱ自分のその好きな曲とやれる曲っていうのも違うんだなっていうのをちょっと限界を感じたんですよ、メロコアパンクやってる時にちょっとちゃうわみたいなあって、はい、それで一回辞めちゃったっていう。ああ自分こうあの演奏するあの、はい、歌う側としてはその合ってる、本当にどこまで合ってるのかっていう、うん、そうですね、なんか6年ぐらいやったんですけど、はい、なんか6年もかかっちゃいましたけどね気づくまでって、はい、でも好きこそものの上手なのみたいな、やっぱり好きだからそこの道を行けるっていうわけでもないんですか。そうですね、なんか気づいたらそのバンドもなんか後半後期は結構その日本語の曲でになってたりとか、なんかサウンド面ももうゴリゴリのメロコアだったのが、はい、ちょっともうちょっとそのなんていうんですかね、ポップス寄りになっていったりみたいな変化もあったんで。なるほど。やっぱもともとの原点戻ってくると、やっぱり 歌が好きだったっていうのが一番の。そうですね、それが一番。そうですね、歌が好きだった、小さい頃の歌が好きだったっていうのは、はい、これ聞くのが好きだったのか、やっぱり自分でもう歌うことが好きだった。そうですね、あのそう今もそうなんですけど、音楽を聴くことが好きっていうよりはやっぱ歌うことが好きだったりするかもしれない。子供の頃ってそのどこで歌う、家で歌う、いやーでも披露する、
披露する場所はもうあんまなかったですよね。だからもう本当車の中で歌ったりとか、まあ、なんか音楽の授業とか結構前のめりに受けてた感じはありますけど、なんかでも中学校ぐらいからなんかちょっとその、あのハモネプっていうあのアカペラの番組があってそれがすごい流行ってて、でなんか僕野球部だったんですけどその同級生でそのハモネなんかアカペラグループみたいなのを結成して遊びで歌ってたんですけど、その頃ぐらいからなんかお前歌うまいなみたいな感じで、あなんか歌褒められるなっていう、それがなんか嬉しいなっていうところから始まって、でなんかギター買ってみたりとかし始めたんですよね、中学校の時の。でそのタイミングで高校行って、そしたら高校にそのバンドやってる先輩とかがいたりとか、で僕のその母親の知り合いでバンドやってる先輩がいて、その人にギターもらって、エレキギターもらってライブハウスに連れてってもらって、そこでパンクと出会って、あこんな音楽もあるんだっていうのですごい衝撃を受けて、で結構その岡山のバンドシーンって当時すごいそういうパンクとかハードコアとかが割と盛んだったんですよ。なのでなんか自然とそういうジャンルの方にこう行っていってっていう感じです。あ今磯野くんと呼んだらいいの、磯野さんと呼んだらいいの。あもう磯野くんと呼んでいただいた、磯野くんさんではなくて、はい、あもう進んでたりしてください磯野くん、はい、なんかすごい不思議そう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 、すいません変な磯野くんの世代結構その結構メロコアが流行ったの、はい、もうちょっとなんか上の世代ぐらいじゃないかなっていう、ね、気がしたんですけど、はい、もう まさにその通りで、なんかハイスターまあ、結構日本を代表するメロコアバンドだと思うんですけど、もう僕が好きになった頃には活動一回やっぱ止まってましたし、だからなんかその岡山の多分独特なその音楽シーンというか、なんかちょっとその90年代のメロコアパンクバンドリスペクトしてるこうシーンがすごいあって、アイドルパンチっていうバンドがいるんですよ、岡山のハードコアバンドで、その人たちが割とそのなんていうんですかね、こうアンダーグラウンドなシーンで結構その有名なバンドで、なんかそういう影響もあってか、なんか本当当時もその高校生バンドとかいっぱいいましたけど、割とそのパンクとかやってる友達多くて、今35歳です、はい、今年5になります、はい、僕今45なんですけども、はい、なんかこう世代的に何か同じような感覚があって、はい、あれ10個違う10個ぐらい違うはずなのに多分すごい早熟な人だったのか何なのかみたいな、はい、なんとなくあれっていうところがあった。いや聞いてやっぱ岡山の音楽シーン、やっぱり地元のまさにライブハウスのシーンとかそういう感じだったっう、はい、そうですね、はい、なるほどなるほど。いやでも今回も大塚愛さんと共演されたり、前のそのクランボンの原田さんとか、はい、そこら辺もやっぱちょっとなんか世代がなんか僕らの世代よりぐらいだっていうのは、ね、はい、これ年齢年齢を詐称してるかそうですね、結構そのファン僕らのファンの方も、はいはい、同世代からちょっと上の方が確かに多いですね。あ、はい、はなんかやっぱり通ずるものが多分あるんでしょうね。なるほど、はい、やっぱりその歌が好きでうまいねって褒められて、はい、結局そのまあ、夜な夜なを始める時もそのやっぱ磯野くんの声を生かしたいっていうのがみんな一致した思いがあって、多分ご自身でももっと歌っていう、でもやっぱこうメンバーも含めて、あ磯野くんの声はやっぱりいいよねって思わせるっていうのは、メンバーからはどんなこう言い方されてるの、やっぱりお前の歌はいいっていうあれなのか、声が好きだ、この歌を生かすべきだ、どんな話が。最初はでもそんな感じだったんですよね、うん、それこそベースの慎吾が夜な夜なやろうよっていうのを誘ってくれたんですけど、うん、そのもったいないと、このまま終わってしまうのはっていうすごい感動的な、うん、最初はそうだったんです、まあ、今は別になんか誰から何を言われる歌について言われることないんですけど、もう誰も褒めてくれなかった、はい、そうですねでもなんかなんだろう、そのバンドとしてその歌を磯野の歌を聴かせるっていうのはみんななんか多分思ってくれてるところで、そこはなんかずっとブレてないような気がしてて、
なんかその曲をアレンジしていく中でも、はい、なんかこれはちょっと出過ぎたから弾くわみたいなのを結構みんな自然とやってくれるんで、なんかそこを軸にいろいろ考えてくれてるんだなっていうのは随所に感じますね。やっぱ楽曲を作るのでやっぱ歌が引き立つようにアレンジも考えるっていう。そうですね。で今回のアルバムに関しては全部僕が打ち込みでデモを作ったんですけど、まあ、あんまりそのなんだろうな、やりすぎないその歌以外のパートを入れすぎないみたいなことは特に考えてなくて、とりあえずなんかトータルして歌も入れてみていいと思える曲をとにかく作ろうと思ってわーっと作ったものをみんなに投げて、でみんながそれぞれこう足したり引いたりこうしていってくれたっていう感じです、はい、もったいないもったいないっていう言葉だったんですよ。そうですね、このままそうやめちゃうのはもったいないよねっていう感じで言ってくれて、あ、やっぱそのその言われた時のことってやっぱりよく覚えてらっしゃる。もったいない。そうですね、まあでも自分の中でもその音楽バンドは一回解散してやめたとは周りには言ってたんですけど、やっぱどっかでまあなんかなんねえかなっていうのはやっぱあったんで、うん、そうですね、俺はこのまま終わる男じゃないっていうのは自分でちょっと思ってましたね。それのいいきっかけというかもう一回よっしゃっていう感じにならせてくれたな。今楽曲は基本的に打ち込みで作っていくっていうことが多い、はい、ギターも中学から始めてギターを弾きながら考えるとかではなく打ち込みで作っていくっていう、まあ、そういうパターンもありますね。なんかまあ曲の原型はそのギター弾きながらちょっと弾き語りで作ってそれをあの打ち込んで形にしていくっていうパターンもありますし、なんかやっぱギターだとどうしても手癖があるんで打ち込みから作る曲とかもあったりはします。まあ、今回アルバムまあリード曲がまあいけたら行くわ、はい、これもすごい夜な夜な感があるんです。そうですね、これパッと見てあのリード曲、まあ、あの資料だとリード曲って書いてありますけど、はい、最初この、 あの音源のデータで見て、はい、ここはどれがあれかなって、はい、いけたら行くわ、これじゃないかなって言ったし、考え中から入った人間としては、なるほど、ありがとうございます。なんかそのやっぱりトンチが効いてる、トンチがいきなりが効いてる、ういう、はい、まさにその方向性のタイトルで、でもこのしっかり歌詞を読んでみると、はい、これをどう読み解くかっていうのを今日の、まあ、ずっと考えてたんですけど、いやでも今日も取材だから今日朝こう電車に乗りながらこう改めてこう考えて、はい、これをどう考えるのかって、はい、まあ、自分なりにいろいろ考えてはきたんですけど、なかなか難しい、なかなか難しい、はい、まあ、そうですね、難しいですね、はい、この行けたら行くわをっていうのは、はい、この曲はもうまずこれは行けたら行くわから始まってるんですけど、どっから。そうですね、これもあの考え中と同じパターンで、はい、考え中もそのなんとかかんとか考え中っていうフレーズから膨らましていった曲なんですけど、これもその行けたら行くわから膨らましていった曲で、どういう内容の曲にしようかなと思った時に、まあその行けたら行くわってまあ割とね誰でもこう言ったことあるし言われたこともあるし、でなんかあれなんですよね、関東と関西でなんか違うっていう話を僕知らなかったんですけど、はいはい、関東の方はどちらかというとこう行きますよっていうか前のめりな方らしいんですけど、はいはい、まあ、西の方だと、まあ、ほぼ行かないっていう、はいはい、で僕はもうほぼ行かない気持ちの方で書いたんですけど、なんかその僕も社会人としてこう仕事してるとなんかまあその腹の探り合いじゃないですけど、まあ、こいつ本気で思ってねえんだなみたいな場面がやっぱいっぱいあって、まあ、もちろん多分そういう思いをさせてるな自分がっていう場面もいっぱいあって、だからもうそういうの一回やめて楽になっちゃいなよ的な歌にしましたっていう感じですね、はい、そうですね、やっぱ行けたら行くは私いろんな解釈ができて、はい、でも基本的には行くつもりはないけどとりあえずあの角が立たない、うん、そうですね、行けたら行くわ、はい僕もその気持ちで書きました。でもこのでも 最終的には
行く方の気持ちになっていくっていう感じ。まあ、そうですね。なんかこれ難しいですね。なんかどういう取り方をしていただいてもでも全然いいと思うし、はい、なんか僕もそのなんだろう、そういう気遣いなんて気にしなくていいじゃんっていうのと、はい、でも分かるよっていう気持ちも言っちゃうよねっていうのもあって、なんかそういうこう答えは正直これ多分出てなくて、はい、ぐらぐら揺れてるまんま、すごい曖昧な歌詞だと思うんですけどそうですね、まさに揺れてる、はい、揺れてる、揺れてるんですけど、うん、でもなんかでも今回のそのアルバムって全体通してなんかもうそういう、もうグラ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 してる感じの作品ですね。あ、確かに、なんか、はい、それはなんかすごい分かる気がする。揺れてる、揺れなんかすごい、はい、なんか前向きな感じもありつつ、あ、やっぱり揺れてる。そうなんですよねもうまさにこの揺れっていうのはやっぱりあの先ほども日常からこう生まれていくっていう話もありましたけど、はい、やっぱりご自身がいろいろまだ揺れているところが。そうですね、特にこの一番最後に入ってる30っていう曲が結構その今の僕の思いの丈というか全てだなと思ってるんですけど、あ、まあ30代のこうリアルな心境といいますか、なんかこういうさっきも言ったんですけど思いもよらない形でメジャーデビューまでさせていただいて、もうすぐバンド結成から8年ぐらい経つんですけど、なんかすごいいろんなフェスとかも出れたりメディアにも取り上げていただいたりしてありがたいなっていう思う反面、なんか僕らが幼少期に思ってたそのミュージシャンってなんかもっとかっこいい車乗ってたりとか、なんかちょっと六本木とかで豪遊してるとか、なんかちょっとそういうそんなことないんですけどなんかちょっとそういうもっとなんかすげえ業界の有名人ってそんな感じだろうって思ってたんで、それとのギャップはやっぱちょっとあるし、なんか今結構その周りにすごい調子いいよねとか、なんか去年もフジロック出てすごいよねみたいな、売れてんじゃんみたいなこと言われることもあるんですけど、全然そんなこと僕らとしては実感なくて、なんか生活環境がガラッと変わったかって言われるとそうでもないし、本当はシェパード飼ってたりしないですか。そうです、シェパード飼ってないですよ犬もまだちょっと飼えてないし BM も飼えてないし、飼えてないです。だからまあ子供もいるんで、なんかその安定をこう投げ打って音楽一本でやろうって思えるような今状況ではまだないので、だからなんかでも夜な夜なウィークエンドは続けていきたいし、そのみんなでさっきその未来のことを喋ってっていう話もしたと思うんですけど、なんかやっぱライブはし続けていきたいっていうのはあるんで、なんかそこですごいこうグラグラしてるっていう感じですね。でもまあ最終的にはすごいまあ前向きというか、まあ進んではいくけど、やっぱその中でやっぱ葛藤とかいろんなことがやっぱ起こってくると思うんで、はい、でももうそれも生きることだなっていうので、ああすごいかっこいい感じ、はい、分かりましたいやでもそのまさにこうグラグラしているところがやっぱ聞き手としてはなんかこの、はい、はって思うところ、はい、だいぶリアルなアルバムだなと思いますね振り返ってみると。まあ始まりもちょっとこういろいろ考えてるなっていうところが始まって、はい、うん、でもロングライトを経て春よ来いつって、はい、なんか人の背中を押しつつ、はい、行けたら行くわっつって、はい、そうですね、行けたら行くわ、この過去のしがらみとらわらわれのみと、この行けたら行くわっていうフレーズと比してなんかいろいろと聞いても考えちゃったり。そうですね、結構でもなんか僕歌詞書くときはどっちかというとその内容とかっていうよりもその聴感上気持ちいい言葉を選ぶように書いてるんで、歌詞に意味を持たせたりとかっていうのを結構皆さんが自分でこう考察してくれて、あ、こういうことを歌ってるんじゃないかみたいなのをちょっとこう俯瞰して見てるのが
すごい好きですみんな考えてくれてるみたいな、嬉しいみたいなそんな深い意味ないんだけどみたいなこともあったりするんですよ。そう、特にそのフレーズから歌詞を膨らましていくパターンの曲は結構難しいです、はい、考え中とか、まあ、この曲もそうですけど、でもああいう考え中とか、まあ、いけたら行くわとか、まあ、あんまり使わないようなやっぱり言葉を、はい、これだけかっこよく聞かせるっていうのは、はい、それはもう意識的にこんなこのワードの選び方で、でもそれを音に乗せてどう聞かせたいって、うん、そこも意識的にやってらっしゃる、はい、そうですね。なんかやっぱあのパッと見た時にこう目につくというか、なんかフックになるようなものはやっていきたいなと思いますし、その本当コミカルとかっこよさのギリギリのラインを攻めて、はい、なんか印象に残るものを生み出したいなっていう気持ちはずっとありますね。行けたら行くはもう始まりすごいかっこいい踊れる感じで始まって、はい、でもそう歌詞のこと考えちゃうとだんだんこうなんかやっぱりこれって良くない方向に多分ねハマっちゃってたんですよね。なるほど。で改めてミュージックビデオも昨日公開されて、はいはい、昨日ですよね、はい、それを見てこうみんなだんだんこう集まってくる、はい、行けたらやっぱりこれ行けたら行くわって言いながらみんな集まってるってことはやっぱり前向きにな歌として考えた方がいいのかって、ね、どっちなんだろうみたいな行けたら行くわって行かない方だけどやっぱり行くんだ本当に来たみたいな、はいはいはい、余計な、ね、ことをだいぶじゃあ考えてください全然もうラフに見てくれれば特にそんなメッセージ性はでも楽曲の方は最初打ち込みで、はい、まあ、デモを作ってそこから、うん、あのメンバーで集まって、はい、そこからこうアレンジをブラッシュアップしていくっていうような形、ね、はいはい、この行けたら行くわだともうすんなりもうできていった感じですかね。そうですね、今回は、うん、そうですね、行けたらは割ともうほぼデモ通りというか、まあ、各々のフレーズはやっぱちょっとそれぞれ考えてもらったりしましたけど、だからでも今回は割とその今までってデモ作って、うん、こうここがなとか、うん、なんかもっとこういう展開の方が面白いと思うみたいなの結構言われて、まあ、それで直したりとかしてたんですけど、今回はアルバム通してなんかみんなでやっぱその J-POP、 夜な夜なウィークエンダーズなりの J-POP を作るっていうところで、はい、をテーマにその全曲書いていったんで、なんかあんまりそういうの言われなかったですね。もう割とスタジオでパッパッパッと覚えてきてもらったやつを、まあ、ここはこうどうかなみたいな感じでどんどんアレンジしてもらって、僕もなんかそれについてあんまり口出しすることなく、じゃあ制作で苦しんだマジで大変だったっていうのは一人でまずそのデモを作るとき、そうですね、はい、まあ、あとはなんかその自分でこう歌詞を書きながらちょっと暗い気持ちになったりとかどうなんだろうこれからみたいなあとはもうとにかく僕らライブをめっちゃやるんで、はい、例えば制作の合間にライブがやっぱどうしてもこう入ってくるんですよ。あで、まあ、そのいっぱいのデモからその早めにこう曲を選んでこれに決めたっていうのはあれ、それでもやっぱりスケジュールはこうやっぱみんな仕事しながら合わせていかなきゃいけないので、うん、そこが結構やっぱ大変でした、物理的に、はい、でやっぱそのライブを大事にして、ライブ絵のこだわりっていうのはなぜ改めて聞くのなんですけど、何なんですかね。いや、まあ、こだわりあライブをやることへのなぜライブが、そうですね、なんかでもやっぱり僕らの音楽ってそのもちろんその CD ってその作品として聴いてくれるのも嬉しいんですけど、やっぱライブで聴いてほしいなっていうのがやっぱ一番あって、なんかなんだろう、音源ってまあ多分そのまま変わらずにずっと残っていくと思うんですけど、はい、ライブって同じバンドでやってもその日のねメンバーの体調だったりとか、はい、心持ちだったりとか、はい、会場によっても多分違ってくると思いますし、はい、だから今ってそのなんだろう、音楽ってサブスクがすごい浸透してきて、なんか誰でもこう手軽にこう触れられるようなコンテンツになってきてると思うんですけど、やっぱその中でじゃあ何をが
に価値があるかっていったらやっぱそのライブじゃないかなって思ってて、だからなんかそのライブならではの空気というか、曲もやっぱりそのどういう感じでこう変わっていくかみたいなのもやっぱ常に出していきたいですし、まあ、なんかどうなんですかね、なんかみんなやっぱりライブないとすごいなんかみんなイライラしてるんですよ、なんかあのなんか早くライブをやらせろみたいな、なんかちょっとそうですね、ちょっと半ばなんかちょっとバイオリズムが崩れるじゃないですけど、なんかもうそんな我々のその精神安定剤というか、なんかそうそんな感じしますね。僕は正直ちょっと疲れやりすぎじゃねえって思ったりすることあるんですけど、みんなもう有給取ってでも仕事終わりでも構わないからとにかくライブをやりたいみたいな仕事だったじゃない仕事終わりで、はい、リハーサルいいから本番には間に合うわみたいな感じで、すごくとにかくライブがしたい人たちなんです。名古屋でも今度ライブ、はい、9月14日、ファンの方々、はい、新しくファンになる方々にメッセージ的なものっていうのをお聞かせください。はいはい、名古屋のお客さんってすごい最初来た時に結構ちょっとシャイだなと思ったんですよ、そうなんか他の地方に比べて。なんですけどなんか後半それこそこう酒が回ってきた途端になんかもううわーみたいな、ありがとうみたいな、すごいなんか異様な盛り上がりをこう見せて、なんか面白いなとすごい思って、でそこからなんか、まあ、毎年ツアーで来てますけど、すごいやっぱ盛り上がってくれるんですよね、うん、名古屋で。個人的にすごいあの好きな土地だし、ああさっき、まあ、これはあの映像には載ってないと思うんですけど、あの去年ツアーで回って一番美味しかったラーメン屋さんが名古屋にあるんで、はい、それを食べてパワーをもらって名古屋の皆さんと乾杯して、はい、いい夜が作れればいいなと思っております。ありがとうございます。